ん、帰れますか？ちょっと見て。帰れる？ヘロヘロです。よく頑張りましたね。大ちゃん、うん、口見ていて、うん、酔ってませんもう嘘つき。本日の企画はナッツ恒例お酒を飲みながらのいちいち質問コーナーです。全然いいじゃない。やだやめたくない。嬉しい。じゃあちょっと編集部の方から、プレゼントなんですけど、2人のね好きなお酒が分かんなかったんですよ。いつも何飲むんですか？レモンサワー、うん、とか茶割りとか。じゃあ贈呈式でお願いいたします。ありがとうございます。ちゃんとおつまみも用意してあります。しっかりやめちゃう。そしたらまずは乾杯を流れいたします。はい、しますか。夏キス、お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。はい、ということでそれでやっていきたいと思います。どうぞ。今回もインスタグラムで募集した質問に答えてもらいます。はい、ありがとうございます。二人の中での約束事はありますか？約束事か、あれ？なんか約束事じゃないけど、なんか勝手にルーティーンみたいななってたので言えば、基本ずっとお家にいるときは電話してるとか、うんうんうん、何十時間とか。じゃキモいって思われるけど、そうなの。家帰ってどっちかが仕事行くときとか用事のときまではだいたいなんか BGM みたいな感じでずっと繋げてる。うん、空気。あ、そう、空気。ご飯食べるとか寝るのと同じ感じで酸素で電話してます。ぶっちゃけ今日なんか辛いなみたいなときないですか？あれ？ない。よかった、確かに。全然無言、無言の状態もあるよ。うん、でもそれはもう逆にしてへんと落ち着かへん。逆に一緒にいるときに寝るときの体勢は、うん、でもセイクよりくっついてくる。おーおーおー、そういうの言うの。セイクがあの気分屋さんやからさ、そっぽ向いたりさ、うんうん、端っこで寝るのが好きなの。めっちゃ壁際にとかだから来るぐらい。うん、2杯目いただきます。あんま頑張らんでいいからな。あんまり頑張らんでいい。お互いの一番エロいと思う言動は何ですか？うん、あのいつも髪の毛長いじゃないですか。くくった時もずっと言ってるよね、うん、家でとか何かがある時じゃないとくくんないんですよ。なんかそれこそ夏キスの時の最後の告白の時とか、なんかそういうなギャップじゃないけどそこにハッってなるね。2人で寝てる時とか寝ながら携帯触ってる時とかにいきなり触ってきたりする。趣味なの？ちょっと待って。え、もちろん。ちょっと待って、顔真っ赤。いただきます。少なくしてくって、カイトのマジ一口が四口なんよ。せいせいスタイル良すぎるし、仕事柄胸元が空いてる服とか着ることあると思うんですけど、焼きもち焼きますか？焼きもち焼きません。うーん、なんで？本人でも一回言ったことあるんですけど、うん、それはスタイル維持とか努力しててそういうお仕事をしてたりとか、だからこそ尊敬部分であってみんなに見られてることに対して焼きもちっていうよりかは羨ましいやろみたいなマウンドではある。ああ、逆にね。うん、初エッチの感想は覚えてる？覚えてるけど、うん、飛んでるかも。可愛いとか愛しいとか超えちゃうと笑っちゃいません？え、絶対分かる人おる。なんかシーカのこと見て笑ってると思って、でもその時は初めてやったし緊張してたし言えなくて、たまに笑うんですよ今でも。とりあえず、体がエロかったっす。エッチの時、もっとこうしてとかお互いに言えますか？
普段からそういう話するんですよ。探求心が強いと思う。二人よくそういう会話します。あ、面白いな。とりあえず見たらグイからのチュー。からのチュー、いただきます。はい、一緒にしよう。したよ。まあいいでしょ。逆にエチエチの気分じゃない時に誘われたらどうしてますか？そんな時がない。夜の営みの頻度はどのくらいですか？会う日が週に7回やったら7回するし、1回やったら1回。うん、来ました。今までのエッチで一番興奮したエッチのシチュエーションは？いっぱいある。どっかで飲みに行ってて、めちゃめちゃベロベロに酔っ払ってて、一緒に寝ようっていう話になって、でも成果だけが酔ってると面白くないから、コンビニでお酒買ってって飲めって言われて飲んで、お互いがいい状態でそういうシチュエーションになった時。あー、一緒です。うん、の時はせいかがグイグイいけるから、いつもは恥ずかしくてふえーって感じやけど、そういう時自分もなんかちょっと酔っ払ってるから恥ずかしさがちょっとなくなるからね、うん、そういう時は大体大変だ。やってみたいエッチはありますか？いつもやられてばっかりやから、やり返すようなことがしたいです。だから僕はあれですね、なんか指針ぐらいまでさせたいですね。はい、寝ましょう。乾杯。じゃあラストですね。うん、人並みの時いつもの雰囲気とは変わりますか？うん、うん、男の子になります。いつもは末っ子やからちょっと甘えた気質もあるんですよ。弟っぽいところもあって、年上やけど同い年ぐらいに見える時あるんですけど、あ、そういう時ちょっとなんか年上やなみたいな、男の子やなみたいな。ふんよるよね、変わる時気分嫌やからさ。基本 M やけど S になったりする。あー、うん、乾杯。めっちゃ嫌やわ。2人が思う恋愛において大事なことは何ですか？フィーリング、うん、思いやりを持つこと。ということで、お二人には今回も、はい、いろいろ答えていただいたんですけれども、でもやっぱちょっとお酒の少ないもあってね、カイト君が、うん、ね、かっこよく全部答えてくれた。確かになんか前回まではクールっぽいとかコメント欄で書かれてたんですよ。こっちはもうそんなことないぞと思いながら動画のねコメント欄チェックしてたんですけど、はい、まあ素の回答が見れても逆に良かったんじゃないですかね。はい、僕の本性こんな感じです。はい、ということで今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。